みました。第3球を空振り三振、三振に切って取りました。こんにちは、生です。パワープルプレイやっていきます。今回は五条入りの桃鉄投手ですね、やっていきたいと思います。猿、モルモト、胡蝶忍、そして前在犬山で、今回の新キャラの五条ですね。で、五条に関しては街道と折編、もしくは一鉄精密機械、カモフラージュ、このあたりが選択できるようになってます。で、今回は上の街道を取ってモルモトと合わせて取りたいのと、まあ折編どんな感じなのかなっていうのも見たいので、まあそういう感じで組んでおります。で、折編がまあこう成功確定なのか不確定なのかは多分能力によるとは思うんですけど、まあそのあたりはまあ取れたらラッキーぐらいの感じでいいのかなって思ってます。で、サポートを記事入れてますということで、やっていきましょう。センス、そしてカロリーバー招きで1000いきましょう。お、メン、ナイスメンタル、いいね。桃鉄高校自体が相当久しぶりなので、ちょっとうまくやれるかどうかはもう心配なんですけど、まあ、まあ、結局運だからね。結構目的地の。なので、そのあたりが上振れてくれるといいなっていう感じです。とにかくね、近場でぐるぐるできるかどうかみたいなところはあるので、まあそのあたりを期待しましょう。で、まずは仙台です。6しか出てないですね。不思議と。不思議ですが、6しか出てない。いやー、2枚くれー。2枚くれー。ナイス。イエロー新幹線。いいですね。で、まあ、うまいことゴールできるかな、これ。結構大きい目が出やすいデッキ構築になってるとは思うので、まあ、2かな。イエローを使います。で、メンタルで。お願いします。2枚ください。特急。なあ、1枚か。下で変化球もらいます。頼む、5出ろ。よし。危ねえ。超ギリギリじゃねえか。ただまあ、ゴールできれば何でもいいです。ナイス。あー、静岡ね。まあ、近くも遠くもないって感じだな。これはもう全部変えちゃいましょう。変え切れるんで。で、残り12。18で一気にゴール圏内には入れますが。12はまあ違うな。まあ、18がいいですかね。カード2枚もらえるしね。特急でいいよな。うん、特急使いましょう。で、はい。うん、いいんじゃない。イエローカードの効果が割と強烈に出てますね。タラレバと豪速球。お前の言う通り。普通にゴールさせてほしいな。できねえ。タラレバ使いましょう。タラレバ。よし。まあ、いいですね。本当にこのカードは、使いやすい。しっかり2ターンでゴール入れました。縛り、大阪。まあ、距離的には近いですね。まあ、3つぐらい買っといて、これでいいかな。ゴールドカード入りました。んで、これが、下ですね。かっちょええー。15か。まあ、急行とかちょっと使っときたいかな、距離感的には。っていう感じはありますが、12。12行くと京都ですね。ちょっと嫌ですね。京都はそんなに行きたくない。これ行くと残り9。急行でゴールできる範囲に行きたいですね、できれば。人がいないっていう。ここのスタミナめっちゃ踏みたい感じありますね。のんびり行くか。スタミナ踏みますわ。のんびり行きましょう。大阪か。大阪か。大阪だと、大阪は技術は使っていい感じかな。変化球もまあ使っていい感じですね。
これでいいか。できれば筋力を入れたい。あっちに行くまでに。お前も6かーい。五条。五条で筋力入れつつ。はい。300入んないだろうな。でも200ちょいでしょうね。ぶっ飛び。お願いします。ナイス。筋力ギリ足りるか ?800 ですもんね。足りましたね。30離れてないよね。静岡から来てましたね。静岡。あ、意外と30離れてるのか、これ。いや、離れてないわ。東京だわ、これ。はい。大丈夫。はい。よし、いいんじゃない？大阪買い占めできるのは結構大きいと思うので。はい。青森。まあ、遠いけどなんとかはなるか。これでかいな。この買い占めはマジでかいですね。筋力ください。イエローが切れました。筋力入りました。43か。さすがに遠いな。何の変化もありませんでした。そうだな。ちょっと難しいですね。正直青でもいいな。別に、買い占めのとこ行かんくてもいいな。って感じですかね。ポーカーフェイスどうせ取る。リリース、カチューン、バント封じ、順の縛り。縛りはちょっと早いか。警戒解除。で、青踏みます。もう一回ぶっ飛びですね。お、新幹線ナイス。で、これ、当たると、ポイントがでかいやつですね。当たると。おー、当たっていく。失敗すると、ポイントがだいぶ少なくなるやつなんで、結構、リスクは、あるかなって感じの。おー、8、いいですね。函館いけねえか。ちょっといけたら、うまかったんですけどね。メンタルと迷いますね。3か。あ、強いな。これ、急速いこうかな。急速に行きたいかな。編成は取ろう。低めとかもいいような気はしますが。はい。うまいことゴールさせてください。うん、いいんじゃない？技術はまあ相当溢れましたが、技術なんてもう溢れさせといた方がいいので。パラーあれば。よし、メタル。ここは 14% 確実に通したい。で、青森なのと、結構遠くから来たはずなので、その辺は意識して振っておきたいですね。どうせそこそこ振るでしょっていう。300ちょいか。こんなもんでいいかな。はい。で、これで踏もうか。はい。よし、ナイス。青森ありがたい。青森はめっちゃありがたいです。お、名古屋、遠い。ちょっと振らないでほしい。上に下に。結構大変なんですよね。下。急速安定入りました。で、めちゃくちゃ近いのかな、これ。弾落ちもらいましょう。筋力割と入ってんな。困りましたね。めちゃくちゃ遠いんですよね、自分。10いって24圏内かな。ああ、そうですね。急行で10進んで、レゴールガード使う。で、ちょっと筋力使う。で、黄色踏む。で、これで24なんで、まあ、新幹線で最悪、ゴール。おお、できる。これしたいわ。これできたら結構でかいね。ゴールドカード。おーい、
まあ、名古屋だからいいけど、岡山遠いな。あ、ちょっと占いでちょっとそこはゴールさせてほしかったな。しかも38。くぅ、これ痛えな。さすがにちょっとゴールしないでほしかったな。いやー、痛いですね。ゴールできたんでね、これ普通に。で、岡山だったら完璧だったんだけどな。遠いんだよな、両方とも。新幹線使うしかないと思うんですけどね、現状。使わないと前進めんしな。うん、岡山か。まあ、使いますか。しょうがないですね、これ。名古屋。と、14。あんまり買えんしな。精神だけ買って、これで次一応、全部取れることにはなってます。岡山2回も踏んでんのか、もう。マジめっちゃもったいないですね。岡山じゃない、名古屋か。1しか進んでない。まあ、メンタルでもいいかな。ちょっと新幹線使うには距離がね、もったいない感強いので、カード入れるか？カード入れようかな。はい。たらればナイス。うん、この16もだいぶありがたいですね。うめえな。これは、6でいいか。うん。これは青マスもちょっと数踏んでおきたいので、守備ります。今回ゴールすると相当経験点入ると思うので、30マス離れてて勝つって感じなんで。面。いやー、ないね。12。これは通したいな。なんとか。なんとか、なんとか通したいですね。トラツバで658か。これもっと入るな。689ですね。相当入るな。全部使え委員会だな。全部使え委員会だな。うん、全部使え委員会だな。全部使え委員会ですね、これ。これで、あとスタミナちょっと振りつつ。うん、これでまあ全部使えたから。よし、オッケー。ナイス。あれ、4730。あ、そうか。自分じゃなくて、エンマが離れてなかったのか。これは、桃鉄を久しぶりにやるやつあるあるですね。ただ、鹿児島か。鹿児島になったのはありがたいですね。あー、青い来て。特急カードで一発なんですよね。一発といえば。広島泊まれるのもまあありがたいんだけど。特急かな。ちょっとこれもうサクサクいくか。18。まあこんなもんでいいでしょう。はい。一気にゴールしていきます。岡山、鹿児島、あと名古屋か。東京遠い。遠い、めっちゃ遠い。緊急当番入りまして。46、22か。22ってダメか。まあカード2枚ですね。ちょっとなんか打つ手をください。吹っ飛びとか、場所替えとか、おっ。おぉ、いいんじゃない？潜在値が入ったわ。強っ。これ絶対ゴールしたいしな。サクッと。おぉ、偽カード。まあ、たられば捨てまして。これ先行きてえな。1万点超え。潜在地区
じゃなくてもいいかな。先にぶっ飛びでいいか。いや、それはもったいねえ。残り3マス。あ、ゴールできました。で、どんぐらい入るのかっていうお話なんですけど、多分鹿児島からだったと記憶しているので、まあ、30マス離れてますねっていう感じか。30マス離れてますね。344。なので、技術だけちょっと使って、これ980確か必要なので、あんまし、バチックスを使ってもいけないんですけど。340か。こんなもんで大丈夫ですかね。はい。で、まあ、いいでしょう。ちょっとぐらいは。はい、よし。強。はい。博多。また向こうか。よし。いいね。ここで東京開始ね。まあまあ、悪くない。ゴールドカード。で、ぶっ飛び残って、やってるので、まあ、うまーくやりたいですね。技術精神ちょっともらっとく。ここでぶっ、あ、西カードもある。西ダン18。ゴール圏内に入っときてえな。2かな2かな、これ。ゴール圏内入っときたいですよね。新幹線でワンチャン、ペペットゴールできる範囲に行くのか。いやー、5かな。5かな。ちょっとあんまり新幹線乱業したくないしな。うん、ここはちょっとゆっくり進みましょう。吹っ飛びカード、回復。で、エンマ6進んじゃいかん。エンマに6進まれるとちょっと困る。筋力結構ギリギリかな。8か。残り8か。難しいですね。スタミナでいいんですけど、ちょっと休息と、次、どこ？博多か。技術なんですよね、博多だと。難しいな。ちょっとヘンマーがゴールしそうっていうのが嫌だ。で、技術を入れたい。210。ヘンマーが来週までにはゴールって見えた気がするのは気のせいでしょうか。ヘンマー残り5だな。まずいな、これ。ここまで来て負けるはだいぶやばいですね。ここまで来て負けるはだいぶやばいんですが。カードの枚数大丈夫なので、青でしのいでおきたいですね、できれば。で、技術はどんぐらい入るのか。技術は、そんなに入らない。精神がやばいあたり入ってますね。350か。使いすぎか。うん、178。まあこんなもんだろうな。大丈夫かこれ。いけるかな。頼むからゴールはしないでいただきたいんですが。おー、乾燥しそう。はい。で、持ち越して14215。まあまあですね。おー、このタイミングで、このタイミングは偉いな。これは怪我できねえ。このタイミングは偉いですね。これ、セックさんで後継機で、前のゴールどこだっけな。はい、ということで東京から来てたみたいなので、しっかりとポイント振って対応していきましょう。で、540点間違いでなければ入るので、まあめっちゃ使って平気ですねっていう話と。ああ。
で540なので博多すもんね、680700だもんね、まあ、割と使った方がいいですね。540か700、あー540ってすげえ、すげえ値入ってんな。700820、こんなもんか、こんぐらいかな。ちょっとあんまり精密とか取った方がいいか先にこれしくったらとんでもないことあるしな。うん、でまあ前回の後でいいのでこんなもんでいいかな。お願いします。いやーナイスですね、これは。すげー、はい、横浜遠い、もう一回ぐらいはゴールさせてほしいけど。博多終わりです。で特性霊捨ててクイックかー、279強い、36好景気。まあぶっ飛びがうまく機能するかだな。38残念でした。青止まりてえな、青も止まらせてくんねえのか結構しんどいですね。せめて青ぐらい止まらせてほしかったが。スタミナ踏みましょう。後継機が無駄になるかもしれない。あと1回はゴールしたいマジで。特急、うん、あと1回、あと2ターンか、あと2ターンか、遠いな。新幹特急ならワンチャンいけるか。20ですね、新幹線だと。で特急がいいかな。赤か、うん、15だと17なので、12出しといてえかな。12だと大阪か、はあ、まあしょうがねえのかな。ちょっとよく考えろ、24だから8でもいい。8は無理か、うん、これぶっ飛びはどこ止まるか分かんねえからな。特急使います。でしょうがないんでここ止まって、でそれから考えましょう。はい、20出してほしいな。2回は入りたいですよね、本来はね。4回入れるとベストですけど、4回とまでは言わないからみたいな、ね、ナイス、よし、いいね。新幹線使います。でゴール入れました。でさっきと同じポイント入ると思われますので、クイックは取っちゃうか。で、さっきと同じポイント入ると思うので、まあ、かなり入りますね。横浜に関しては、筋力と精神か。を、まあ、大量に持ってれば大丈夫ですね。540だもん、すごい入るよね。困ったな。困ったな。困ったなってなっちゃう。安全圏、安全圏レベルが、いやー500かー、すごいね。まあこんなもんでいいか。はい、よし、なんとか2回入れた、ギリギリね。ちょっと次以降のゴールがだいぶ怪しいですけど、やることはやったって感じですね。遠い、真っ赤ないわ、厳しいよ。はい、帰るだけ買っちゃいます。で、遠慮しまして場所替えカード49だからもう行くしかない。おお、76、とんでもないことだったとんでもないことだった。
った。速球プライドとギアチェンジ待ちか。まあ青でもいいけど、黄色はちょっとなんとかもう一回やってからがいいですね。カードを減らしてからがいいな。クイック入りました。57なんだよな、お主もな。これタラレバー使います。で2だな。2のメンタルで踏んでいきましょう。はい、頼む。なんか騎士改正のカード来ないとやばい。西じゃない、逆やばい、それはやばい。おお、神じゃん。それ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 。俺もとまだ来てないよね。ちょっと怖いんだけど。やってみますか。やってみますですね。はい。お、入れた。おお、成功した。あ、やめて。おお、伸びこと危ねえ。おお、終わったかと思った。オッケーオッケー、大丈夫でした。はい。で、しかも、潜在一部が使えて6マスになって、ゴールはダメでしたね。一回休んでもいいけど、まあ、タラレバーあるので、なんとかなると思うんだけど。タラレバーあるんでは、普通に、スタミナー、あ？タラレバーないか？今使ったか。1進めるカードがあるんですね。5ある。これ確実に言っとくべきでしょう。で、緩急取りますか。もう別に全財は普通にポンコツ欲しいので、でこれ赤いきますわ。確実に抑えましょう。あ、ゴールできたわ。まあ1進める使っといてもいいっすけどね。あんまし欲しいカードって感じではないので、うん、ちとる。これまた結構離れてるところから来たよね、間違いなく。って思ってるんだけど。思ってるんだけど、どうでしょうね。500入るよな。500多分入ると思うんですけど。まあ多分入るよな。はい。で、ゴールしておきましょう。いや、500入んなかったか。これ、いけるか？ちょっと怪しいな。800ある、よかった。焦った。ちょっと焦った。ギリギリでしたね。で、現在終わり。6進めるカード。で、不景気が、まあ、タイミングよく来たかなっていうふうに思うので、まあでも、これは場所外すか。おう、ありがてえ。これは、まあ、本当に、ただただラッキーな感じの場所替えが。筋力、変化球、無理だな。筋力ちょろっと使って。で、踏みつけで。うん、これでいいでしょ。まあ、筋力、ここでまた使う感じになると思うので、そんなに心配せずに。あ、函館。函館いいっすね。もらえるポイント考えたら、チョロ使いでいいかな。はい。で、新街道入りました。残り18。ここは6ずつだな。6ずつ進まないと、ゴールが果てしない遠いので、致し方なしですね。はい。いやー、1進めるやっぱ使っとくでよかったな。680残ってれば OK。技術足んなかったか。いやー、技術が足んなかったですね。しょうがない。もちろん。うん、筋力は割といい感じになってきました。6ないんか。じゃあ、しょうがないですね。6進めるカードを使います。そんで赤かって感じだけど、まあ、ここはメンタルでいいですね。うん、能力値もまあまあ高まってきたかな。はい、
こう決算またぐんでゴールしたいんですよね、なんとか。投資する。いやー、ゴールできんのかーい。青、まあ1進めるカードあるので、普通に5でいいかな。別にこの変化球欲しくないし。で、なんか大量に経験点多分入ってくるっすよね。特に精神がやばい。入ってくる。365か。365。まあこんなもんでいいかな。はい。で、踏みつけましょう。次、1進めるで。ゴールしていく感じで。ヒレコツ。うん、まあまあじゃないかな。そんなに悪くないと思うけど。2万5000点ですね。で、持ち越し点数もあるので、まあまあって感じだと思います。新幹線入ってここで、1進める使う。タックでゴールしたいか。猿はコツ終わってるので、敏捷点とうんぬんって感じか。あとこれ30マス離れてたかどうかがわかんないな。函館、まあ、わっかない。わっかない。青森。なんか近場だった記憶はあるので、多分そんなに18離れてたかな、確か。うん。そんな記憶があるわ。18離れてます。なので、ここに関しては、まあ、大したあれじゃないと。376は入んないね。266ですね。266か。キレ。尻。脱三振。鉄腕。火消し。全開制圧。ギアチェン。ちょっと待って。青森だから、確かここ、精神大量だったよね。違う、変化球か。なので、まあ、大丈夫か。3球指名いるか。あんまり取りたくねえんだけどな。ただ振らないと今はきついのかな。変化球ポイント。まあ無理だろうな。3球指名いきますわ。こんなもんか。はい。はい。ナイス、函館。てか、青森じゃなかったわ。函館だったわ。目が。疲れてんのかな。これやばいかな。大丈夫か。ギリギリ大丈夫か。うん、買い占め OK です。で、ここはもうコンピューターに任せちゃいましょう。いきます。いやー、なんかほんと久しぶりにやるけど楽しいっすね。ほんとにマジで。新街道か。精密の方がいいんだろうな、本来は。45。お、西に行ける。ナイス。西、西に決まりまして、休校、準休暇持ってんの。そうだな、スタミナ、まあ6進みたいのでスタミナでいいかな。スタミナ行きましょう。はい。残り9。で、これで、しっかりとゴール、近づいてまいりました。名古屋が買い占めできる。まあ、ついでだし、買い占めでいいか。精神と技術でしたね。はい。まあ、京都は一切買えなくなると思いますが。いいでしょう。はい。うん。その16はね、よく聞くわ。あんまり選んだことない。筋力しか選んだことないんですけど。ほうほうほう。まあ、球速でいいっすねって話と、変化球がやっぱ、なかなか。30離れてないよね。はい。うん、OK。まあまあ、いいんじゃないの。そこそこ。ゴールはしっかり。おお、離れてった。広島。筋力。
まあ使えるだけ使っとけみたいなとこあるわ。技術欲しかったな。ちょっと 10% ぐらいは取りたかったですね。で13、6あるね。6出て6出ればいけるか。7は使う必要ないし。はい、ここは6でいきます。技術準急カード、あらーで、6出てればゴールできる。よし、準急。あと1回できたら最高ですね。で、広島一応買い占めできるのでお安く、ちょっとその辺も頭入れながら。タレ強さ、一応コントロールがまだ全然って感じではあるな。内角、アウトロー、こんなもんでいいか。はい、広島 OK です。まあ、できればあと1回ゴールして有志の美を飾って終わりたいが、近場残ってるかなですよね。近場が残ってないっていう、残ってる気がしなかったんですよね。いやー、67だもんな。16なんで、まあ、ワンチャンだな。連れてってもらった、岡山精神が足んねえ、変化球が足んねえのか。ワンチャン連れてってもらえればって感じか。一応連れてってもらえる圏内にはいるので、連れてってくださいって感じだな。はい、お願い、ポリスカモン、ポリス来ない。終わった。ゴールは無理ですね。なので、あとやりたいのは、まあ、買い占めでもいいし、青マスでもいいし、みたいなとこなんだけど。青マス止まるんなら、まあ、できれば、ゆかりですが、無理そうかな。21も無理だね。はい。まあ、いいんじゃない？じゃあ。ちょっと買い占めましょうか。ちょうどいけるしね。筋力技術か。あー、筋力意外と余裕ありますね。なんかそんなに余裕あったんだって感じだな。800か。600、731。まあ精神とこれはもうだだ余りそうだしな。普通に余していく感じでいいかな。はい。うん。まあ、変化球とか特にいらないですし、ね。はい、これで。いいでしょう。気違うんだよな。ずれてんだよな。1ターン。いかない。1ターンずれてるんですよね。強っ。で、コントロール。強いね。何の経験点が欲しいんでしょうね。っていうところを探りながらですが。ていうか全部で技術精神だな。どこかにある。まあ、意外とあるっちゃあるっすけどね。意外とあるっちゃあるっすけどね。これ意外ともう2分じゃないかな。普通にこれをバチバチ振ってった方が。まあ、最悪バランスは取れるんで。いやーでも技術精神ちょっといるかな。ほう、まあ変化球かな。変化球いらない。変化球ちょっといらないな、さすがに。これいや、胡蝶忍ぶコツないな。猿ですね、猿ですね、コツがないね君。いや、もうあと1個ですもんね。絶対いらんもんな。うん、技術精神が一番欲しいかなっていうふうには見えますね。いや、オーテス候補試合数少ないから楽だわ。うん、全財に
マジで、ぜんざい、ポンコツ、ください。結構もうあげちゃったけどさ、ください。ナイス。サクリ。ほんで、取れるもんは取っていく。所存。変化球は多分、最終的には海岸で、使うんだろうなという感じはしてますが、こんなもんかな。行きましょう。はい、勝てました。 OK ですね。次行きましょう。ちょっと精神ポイントはそろそろ余しておきたいな。一回お休みですかね。ここは無理する場面では一切ない。ジャイロボール、なんか筋力もいらねえな多分。マジでここだな。自制心が欲しいですね。一回休みます。スタミナは踏めないかな。うん、いやいやスタミナだな。スタミナ一回ぐらい踏みたいですけどね。まあ、いいんじゃない？こんな感じで振っていけば、整うんじゃないかな。最終的に。脱三振ごとに。最終的には、新鉄腕ぐらい、かな？新鉄腕と、あとは、なんだ。強心臓か。行きましょう。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。はい、左。おお、スタミナ踏めましたね。これはありがたい。一気にここポイント伸ばせるんで。踏みましょう。はい。8アップでかいなぁ。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。で、ラストターン。選び放題。まあ、技術っすね。で、変化球上げる。意外と筋力残ったな。はい。で、まあ、鉄腕とかのことを考えれば、あんまり技術精神は触れないんじゃないかなとは思いますが。躍動バトルか。んで、まあ筋力300。いや、そんなに。終わってからでいいか。いきますか。はい、勝てました。OK ですね。次行きましょう。先発。よし、しっかり入った。ちょっとドキドキしてたんですよね。エピローグもくれます。ありがたい。どんなもんだろうな。はい、ということで36,773ですね。久しぶりにやっておりやって感じだったな。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。すごいね。金徳2時4つですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15段かな。で、各集客合計が63ですね。一応マインドブレーカーとハイスピンジャイロを開眼してます。さあ、どうも。おー、まあ割といった方かなって感じですね。P3 でした。まあもうちょっと経験点を重ねて、上を目指していきたいところですが、まあ、初回としては良かったんじゃないかなっていう感じですね。で、これで、ま、手応えもなんとなくは分かったので、まあ、明日にはなると思うんですけど、皆さんにね、まあ、ガチャ自体の性能はどんな感じなのかなっていうお話ができる動画が撮れればいいかなっていうふうに思ってます。まあ、個人的にはそんなに悪くないけど、今急いで引くべきかって言われると、まあ、そうでもないかなぐらいの印象ですね。
あとまあ他にもね、こういろんなデッキとかいろんな結果を出される方も、まあ、今夜出てくると思うので、まあその方たちの意見とかもね、参考にしながら動画作れればいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。